にちは。ここは東京都青梅市 JR 青梅線の青梅駅前です。本日は青梅線の雰囲気の良い踏切、通称エモい踏切をめくっていきたいと思います。本日は私音無しとともに駒さんも踏切巡りに参加しておりますが、駒さんは鉄道に関しては解説できるほど詳しくないと謙遜しておられますから、私が解説をすることにいたします。駒さんは動画の節々に踏切を渡る人として登場いたします。それでは最初の踏切を訪問するべく石垣前に移動したいと思います。石垣前駅に着く前にまずは踏切について説明いたします。踏切は大きく分けて4種類ございます。まず第1種踏切、第1種は警報器も遮断器もある最もポピュラーなものです。有人無人は問いません。続いて第2種踏切、第2種は一定の時間帯だけ踏切の保安係が操作する踏切です。これはつまり保安係がいない時間帯は誰も操作しないので警報器も遮断器も動かないというなんともスリリングな踏切です。しかし1980年代に第2種はおそらく全て第1種に取り替えられたんだと思いますが、現在日本には存在しません。続いて第3種踏切、第3種は遮断器はありませんが警報器だけ存在する踏切です。最近は遮断器の設置が進み急速に数を減らしている貴重な踏切でもあります。最後に第4種踏切、第4種は警報器も遮断器も存在しない踏切です。黄色と黒のバッテンの標識と止まれみよの看板があるのが一般的で、自分で列車が来ないか確認する必要があります。また遮断機の棒ですとか警報機にも実は種類分けがなされていますが、さすがにそこまで説明すると細かすぎますから今回は割愛させていただきます。JR 青梅線石垣前駅からわずか徒歩 1,2 分のところ、もうすぐ隣ですね。こちら石垣前踏切です。第4種踏切となっております。このように警報器も遮断器もありませんから、右左右よく確認して渡らないといけないわけです。この先は人家になってるらしいのであんまり行くことはできないんですが、こちらは青梅線石垣前駅より青梅方にあります石垣沢踏切です。警報器と遮断器がありますから第1種踏切に当たるわけですが、見てくださいこの立地。林道への入り口なんですが、なかなかこれが趣深いということで撮影地として有名だそうです。この 2.1 メートルの福音を示す標識、これが一層エモさを倍増されていると思いませんかね。青梅街道の方から見ますとこのような感じです。踏切を渡ると異世界に連れて行かれてしまうような、そのような類の趣深さを感じられるでしょう。青梅型に目をやりますと線路の脇にあります崖からの落石を防ぐためのロックシェードが連なっており、これをまた一層山岳路線の趣を感じさせてくれる、よろしゅうございます。
こちらは青梅線青梅駅から徒歩5、6分のところにあります秋葉第二踏切です。このようになんか駐車場の一角のような、なんだか私有地なのかよくわからないようなところに突如として踏切が現れます。これは警報器と遮断器がありますから第一踏切に当たりますね。ちょっと渡ってみましょう。ただこちらも私有地に闇雲に踏切を作ったわけではなくてですね、こちらは秋葉神社という神社がこの上にあるんですが、この参道のために作られたのがこの秋葉第二踏切というわけです。それでは神社の方に行ってみましょうね。秋葉第二踏切は俗世と聖域を隔てる門だったのかもしれない。鎮守の森は苔むした急峻の男坂に覆いかぶさり、参拝者の精神に入り込んできて強制するかのようである。カメラ片手に参拝することがあまりにも罰当たりな行為であるように思われ、おのずと背徳感に苛まれるが、踏切と神社をセットに紹介した映像であるからこそ独自の価値づけができるのだと自分自身を納得させ、葛藤に抗いつつ一歩また一歩と参道を登る。幾重にも重なる赤鳥居が頭上に姿を現した。伏見稲荷神社を彷彿とさせ、気分はまさに小京都である。無事に参拝を済ませ、お賽銭も置きました。先ほどの階段とは別に参道があります。これは女坂と呼び、急峻な男坂とは対照的に緩やかな坂道です。神社仏閣には男坂と女坂がセットで設けられていることはよくあります。青梅駅から立川方に2つ目の踏切、総徳寺踏切です。目の前にありますしだれ桜の名所総徳寺の参道に設けられた踏切です。危ない、線路の上に石を置いたり電車に石を投げるのはやめよう。立川鉄道公安室。鉄道公安とは簡単に言えば国鉄時代に存在した独自の警察のような組織です。 JR になって鉄道公安は廃止されたので、この看板は少なくとも設置から30年以上は経過しています。総徳寺踏切からさらに2つ立川方にあります。こちらは常願寺踏切です。オープニングにもここで撮影した映像が使用されています。こちらも参道に踏切が設けられています。青梅の旧市街地は寺社仏閣がべらぼうに多く、青梅線は何本もの参道をぶった切って敷設せざるを得なかったのです。いかがでしたでしょうか。今回は時間の都合上この5つの踏切をピックアップしましたが、趣のあるエモい踏切は青梅線はもちろんのこと、全国にもまだまだたくさんあります。街中を伊達天列車が横切る踏切は写真の構図としても大変人気があります。しかし踏切は同時にたびたび生と死の境目となる場所でもあります。撮影の際は安全に十分注意しつつ、味わい深い風景をお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、低評価、よろしくお願いいたします。